山田電機佐藤無線佐藤無線株式会社はかつて存在した家電量販店チェーン企業2008年7月15日に事業を停止し2013年5月31日に山田電機に吸収合併され法人消滅となった1946年5月佐藤信夫により佐藤無線研究所として創業1948年8月に株式会社に改装 佐藤無線株式会社となる。1950年代にクライスラーラジオキットの製造販売で成長し、その後家電品小売りに進出。1972年1月に佐藤無線株式会社に称号を変更。1975年10月に再び称号を変更し、佐藤無線株式会社となった。最盛期には秋葉原に本店以下8店舗を構え、 関東地方有数の家電量販チェーンを展開していた。キャッチコピーは確かなものを確かな店でのほか、あなたの近所の秋葉原、秋葉原の大型電気店、秋葉原の佐藤無線など郊外店において、秋葉原を強調したものが多かった。経営不振から松屋電気、静電車とともに山田電機参加に入り、既存の全店舗は2007年以降山田電機の店舗に、 転換された。本社は、店舗営業当時は、東京都千代田区外神田2-4-4にあったが、事業停止後の2008年9月に、山田電機本社内に陶器場本店を移転した。その後、2013年5月31日付をもって、同じく山田電機グループの大熊とともに、法人格を山田電機に吸収されることになり、法人としての、 佐藤無線も消滅し、名実ともに67年の歴史に幕を下ろした。突起していない店舗は、テックランドで、店名変更なし駅前1号店閉店直後の本店軽妙なテーマソングに乗せて、ジャガを擬人化したキャラクター、ジャガ音とジャガ子が踊る関東ローカル CM で知られた。この CM ソングは、佐藤無線の店頭で流されていたほか 家電量販店の CM ソングを集めたコンピレーションアルバムエレクトリックパークにも収録されている。また、通信カラオケのウマ、ジョイサウンド、ダムで歌うことができる。ありがとうございます。